はい、こんにちは、島津です。今日はアフィリエイトで成功するコツっていうのをご紹介したいと思います。アフィリエイトっていうのはビジネスなんで、仕事にコツがあるんですかって言われたら、やっていくしかないんですけど、もしあるとするんだったら2つですね。まず、自己投資。自己投資ね、頭に投資してください。まあ、ツールとかもあるし、自己投資、それからもう一つは、もう実践しかないんですよ。ね、実践していくこと。自己投資に関して言うと、知識ゼロでいきなりブログ始めて、うまくいくはずないんで、まず情報にお金使ってください。それから、お金とか時間とかですよ。これ別にお金だけに関わらず、お金とあなたが持っている時間を投資していくと、情報に。それから、そこからですね、本当アフィリエイトっていうのは。ただ、なんとなく始めてもうまくいかないと思います。で、実践っていうのは、当たり前ですけど、もうすごいやるんですよ。やるだけ。1日1記事ブログ書くとしても、しっかりした内容のものね、1500文字とかよく言われるけど、これ一つの目安でしかないんで、僕の場合600文字とかのやつもあるし、それ十分成果出てますしね。だから600文字がいいとか1500文字がいいとか3000文字がいいとか、そういう話じゃないんですよ。お客さんというか、その読者に対して、ブログだったら例えばにどのような価値を与えられたかっていうのが大事なんで、その価値を与えるために600文字なのか1500なのか3000なのかとか、そう決まってきます。大丈夫ですか？なんかノウハウだけ追いかけても意味ないですからね。ちょっとそこのところは気をつけてください。それから情報を頭に入れたら、インプットするわけですよね。もうこれ誰もが言ってることですけど、アウトプットしてくださいね。アウトプットの重要性、これめちゃくちゃ大事。入れた情報をアウトプットすることで自分の頭の中で、再構築されていくし、定着していくし、よく分かるようになってきます。で、それが実践につながってくるんで、必ずアウトプットはするようにしましょう。だからこの今、動画見てもらってますけど、その感想とかをこのコメント欄に書いてもらうとか、自分がブログやってるんだったらブログに書いてもらうとか、それでいいんで。で、初めは本当に自分なりでいいですよ。自分の言葉で感想を書いてくれたりです。大丈夫でしょうか。ちょっとまとめますね。まず大事なのは、アフィリエイトで成功するために大事なのは、まず自己投資。それから、あとは実践していくこと。自己投資は情報に自己投資しましょう。時間とお金を情報に使っていきます。お金なかったら、メルゾーとかあるんで。無料レポートスタンド、メルゾー、これ検索してみてください。メルゾーで学んでやっていくというのもありだと思いますけど、情報買っちゃった方が早いんで、僕だったら買いますけどね。自己投資の視点を忘れないでくださいね。で、投資してインプットしたら、アウトプット必ずすること。もうそれで成長スピード全然違うんで、やっていきましょう。で、それで、ここで得た情報を使って実践していく。ことですね。実践自体 がなければ何もならないんで、知っててもやらなきゃ意味ないですからね。で、実践のスピードとかっていうのがめちゃくちゃ遅いと思ってて、僕は。ブログ書きましたって言って、1日1記事とか書くんだったら3つくらいやっちゃったっていいと思うし、その時間がないとかじゃなくて、やるんだったら本当にどんどん頭に投資しましょう。これがめちゃくちゃ初めは大事です。そこから始まってきますからね。よろしいでしょうか。自己投資と実践を積み重ねてください。はい、じゃあ失礼します。ぜひね、うまくいってほしいなと思ってますので、頑張ってやっていきましょう。なんか質問あったらしてください、コメント欄に。では失礼します。